始まりました。音楽バラエティ番組アズステ、司会は私石川隼人と早川響です。よろしくお願いいたします。はい、アズステはライブイベントが開催しづらい世の中になった今、普段はライブハウスなどで活動しているアマチュアアーティストの活動の場を広げたいという思いのもと立ち上がった新番組となっております。本日はどのようなアーティストがステージを披露してくれるのでしょうか。本日は4組のアーティストをお迎えしております。はい、それではご登場していただきましょう。どうぞ。 Today's guest、 サトシ、桜井美久、春日、小松清之。サトシさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日はどのような歌をいただ歌っていただけるんでしょうか。今回ですね、あの2曲目、まあ、新曲になるんですけども、はいはい、あのレッツフラップライトナウという、うん、まあ、あの直訳すると、まあ、今すぐ羽ばたこうというね、はい、そういう曲なんですけど、まあ、あの人生ね、生きているといろんなことあると思うんですけど、まあまあ、あの基本的にはこう何があっても大丈夫だよと、だからこう笑顔でね、乗り越えていこうと、まあ、そういう歌ですね。じゃあ今日もその思いを、はい、そうです、届けて、そうです、です、いけたらなって、まあね、僕のコンセプトが、はいはい、まあ、その新しい時代の応援歌という、うん、まあ、その応援ね、まあ、みんなをこう元気に、ね、まあ、したいっていうのが基本にあるんで、まあ、そういうコンセプトからこう歌を作ってますんでね。まさに時代の変わり目ですしね、はい、そうですね、届けていきましょう。はい、お願いします。はい、それでは早速披露していただきましょう。サトシさんでレッツフラップライトナウ。桜井美久さんです。よろしくお願いいたします。桜井さん、よろしくお願いいたします。お願いします。この下の美しいですね。ありがとうございます。今時の、はい、なんか活動する上でコンセプトとかあったりするんですか。コンセプトはキュートセクシー。キュートセクシー、
まさにキュートセクシーな足ばっかりにいちゃいましたすいませんキュートセクシーなダンスチューンです。キュートセクシーなダンスチューン、ダンスチューン踊ったりもするってことですか。そうです、ダンサーさんをつけて、あ、ダンサーさんをつけて、はい、後ろで踊って桜井さんが歌う、歌いながら踊るみたいな。めっちゃ体力使いません？そうですね、すっごいな。これやっていく上でなんかそのなんか最終的な目標とかってあったりします？あ、目標は、まあ、別にその歌だけに限らず、やっぱりその生きる希望とか生きる元気を与えていきたいっていう目標があります。歌を通して、歌だけじゃなくて、あ、それ以外も、それ以外も、まあ、自分っていう人を見てもらうことで、もう元気がない人とか、なんか疲れちゃったなって人に生きる元気を与えたいです。今日もそれを目いっぱい届けて、はい、歌ってください。はい、はい、それでは早速披露していただきましょう。桜井美久さんでスターリースカイ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。地元とかって聞いて大丈夫ですか？あ、私は北海道ラベンダーの町出身の歌うたいをやっております、春日です。富良野ですか？そうなんです。僕も北海道なんですよ。あら、どこか教えてはくれませんかね。もうこんなに食べちゃったら言えないです。富良野より知名度低いとか言えなくなっちゃう。全然北海道大きいんでね。そうですよね、本当に。なんか北海道に対して思いとかあったりします？そうですね、北海道には23年ずっといたので、はいはいはい、それから今、上京してきて過ごしているんですけれども、やっぱり、私が住んでいる場所は山に囲まれてて、はい、で空があってっていう、もうザ・農家みたいな、田舎みたいなところなので、そういうなんか安らぎをなんか皆さんにお届けできたらいいなぁなんて思いながら活動しております。広いですもんね、本当に、はい、ラベンダー畑もすごい広いですもんね。そうなんですよね、観光客の方もいっぱい来てくれたりとかして、今日はその思いを広大な気持ちで歌っていただいて。そうですね、そうチャレンジも一緒に、こういうコロナの状況下だったので、今年はあまり活動ができなかったり制限されたりっていうのが多かったので、新しいチャレンジをしていきたいなという思いを込めて今回の新しい曲作りました。わかりました、はい、それでは早速披露していただきましょう。春日さんで扉。感じ取った気持ちそのままに
小松博之さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はどのような曲を歌っていただけるんでしょうか。今日は暁っていう曲なんですけども、はい、最近もコロナとかでライブとかもできずに、やっぱ飲食業もちょっと辛い思いされてると思うんですけど、はい、そういう暗い中でもちょっと希望の光があるんですよみたいな、そんな感じの曲にしました。それを暁という曲ですね。そうなんですよ。で前まではバラードが多くてね、はいはい、でやっぱライブとかやるにあたってちょっとノリノリの曲も武器として欲しいなと思ったんで、今日はじゃあ、はい、そのアップテンポっていうか、そうですね、ちょっとロック系な感じの、はい、楽曲になってます。今までよりはなんか初チャレンジみたいな感じになるってことですか。そうですね、自分のレパートリーの中では、そうですね、オリジナル曲の中では初ですね、この系統は。なんか意気込みとかありますか、歌ってみて。歌の感じは大丈夫だと思うんですけど、物覚えが年がいくにつれて衰えてきてるんで、歌詞を間違えないようにいこうかなみたいな。じゃあちょっとそれだけですね。それを注意して見てもらって。そうです。あんまり。行きましょう、しゃべりすぎちゃうとね、歌詞飛んじゃいますからね。そうですね。行きましょうか。はい。確かに OK で。それでは早速披露していただきましょう。はい、小松博之さんで、暁。皆さん素敵なステージでしたね。そうですね、素敵な歌声でした。はい、それでは司会は私石川隼人と早川響きでした。それではまたお会いしましょう。